ごきげんよう、タコボンドです。今回は、無料でできる新作のバトルロワイヤルをやっていこうと思います。まあ、マインクラフトのように、クラフトとかもできるのでね、そのクラフト要素を大きく使ったプレイリングをしていこうと思います。それをやっていきましょう。さあ、始まりました。まあ、いろんなところが PUBG と似てるんだけどね、今回はバスからスタートです。さあ、もうみんな降りてってるね。まあ、今回は、まあ、クラフト要素を大きく使ったプレイリングなので、木が必要なんですよね。なので、あそこの方木が生えてるんで、あの向こう行ってみよう。まあ、何度かプレイして、あの木が生えた場所を必ず、1、2個は宝箱があるんだよね。まあ、今回はその宝箱目的ではないんですが、木材目的なんですがね。とりあえず、あの森まで行こう。まあ、ここからでも届きそうなくらいだね。あとはプレイヤーとできるだけ出くわしたくないな。まあ、実際、木とか切ってたら、目立っちゃうんでね。まあ、最初は PUBG と同じように武器探しした方がいいんだけど、まあ、今回は、木材取りに行こう、とりあえず。プレイヤーはでもこっちの方、来て、いや、いるね、そこ。そこに一人、いるなぁ。まあでもさすがにこの森までは来ないだろうね。中央から離れてるし、まあ、バリアの場所がここら辺だったらね、来ちゃうかもしれないけど。で、こういったね、木材が必要なんで、壁とかも取っていこう。こういった木もね、削っていって。まあ、とにかく木材がね、必要なんで、まあ、できたら、999個まで集めたい感じだね。限界が999個までなんで、なんとかバリアが来るまでに、それぐらいは集めたいな。よし、じゃあ、こっちのね、草の迷路まで行こう。ここね、迷路になってるんだけど、もうこれ破壊できちゃいますね。よし、もう簡単に破壊できる。かかしとかも。これがね、ここで結構木材が集められるんで、ここで大量に集めとこう。バリアは、ちょっと移動しないといけない感じだね。多分、こんなことしてるプレイヤー、僕一人だと思うんだけどね。とりあえず木材取っていこう。まあ、今回ネタプレイとしてやってるんで。お、宝箱。ここにね、ほとんどの確率で宝箱あるんで、取っていこう。よしよし、武器と、ここの、ポーション拾ったね。このポーションを飲んどくと、これが一応防弾チョッキの代わりになるんで、よし、飲んどいて。これで防御力が上がったね。お、宝箱。この草の迷路に必ず1個はね、宝箱あるんで。よしよし。お、これで2個目のポーション。飲んどこう。いいぞ。あ、これで狙われてもなんとか、逃げ切るね。音を打っちゃった。危ない。まあ、大丈夫か。多分、ここら辺にはプレイヤーいないと思うから。そろそろでも移動しておいた方がいいかもしれないね。お、これで、999個まで溜まった木材。よし、まあ、これぐらい溜まれば、いいんじゃないかな。あとはひたすら、戦いを避けて、中央に向かっていこう。よーし、ここら辺からじゃあ、ちょっとね、土台を立てていくか。ただ、プレイヤーいそうなんだよね、ここ。敵はでも、ここら辺はいなさそうだね。よし、じゃあ、こっからちょっと、急いで階段作ろう。よーしよし、行くぞ。お、いいね、いいね。テンポがいいぞ。よーし、こっから始まったぞ。
今回の目的、とにかく木材、集めた木材でこういった土台を、天までの道を作っていく。よし、このぐらいでいいかな。あとはこういった感じで、まあ、バリアが近づけば安全なところまで道を作ると。よし、こっちの方だね、安全な方は。ここまで作ればいいかな。よーし、できたぞ。もうここ安心だな。しかも全体見渡せちゃうからね。さあ、もうここいれば、あとは見守るだけだね、空から。バリアが来たら、逆方向に道をつなげればいいからね。あれ、これ。持ってる武器、スコープついてる。これスナイパー系だったのか。今までわからなかったけど。これだったらじゃあ、上から狙えるんじゃないかな。なんだ、音がしたぞ、こっちの方に。戦ってるね、残り10人か。お、バリアが動き出したぞ。さあ、来たね。これでプレイヤーも動くんじゃない？あれ、なんだ？なんか建物建てられたぞ。そこにいるっぽいね。そこに一人だね。でも見えないな、姿は。残り5人か。ここで次の場所が決まった。よし、じゃあこれでつけていこう。まあでも案外バレないね、この空から。まあさすがにこんな上にプレイヤーがいるとは思わないか。あとこっちの方に壁も一応作っとこう。やっぱり狙う、ここまで来て死にたくないからね。さあ、これでどうかな。木材はでも余裕だね。これなら最後までいけるぞ。これ無敵だぞ。全然当たらないね。止まったところを狙おう。すごい、すごい探してるぞ、あのプレイヤー。ここから撃たれたんだって、言うくらい。撃たれてる？銃声は聞こえるけど。ここにいる。よし、一発当てた。ダメだ、当たらないぞ。やばい、もう弾がない。スナイパーの弾なくなるのはちょっと。厳しいけど、弾は余裕持っとこう。最後まで。あと二人だね。あと二人まで来たか。よーし、敵はあと二人。これ、いけるんじゃないかな、もしかして。そこにプレイヤー。そこだね。だいたい位置は分かった。これ、面白いな。もう、丸分かりだな、プレイヤーの位置が。お、新しい場所、決まったようだね。じゃ、そこまで作ろう。いいぞ。今のところ、狙われてる、感じはしないね。まあ、ただ、この土台、一つでも壊れちゃうと、一応、物理の法則があるんで、もう落下ですね。もう壊されちゃったら。よし、じゃあここら辺に壁も作って。いいぞ、木材もまだまだある。だいぶ長く作ってきたな。あの道も。なんだ、音がした。プレイヤー戦ってるね。地上にいる二人のプレイヤー。高みの見物と行こうか。ロケットランチャー使ってるぞ。
一人ロケットランチャー使ってたな。あと一人？あと敵一人だぞ。ここまで生き残ったか、ついに。なんかここで作ってる。いたいた！最後のプレイヤーここにいたぞ。家作ってるし。ただここから狙っちゃうと、この下の土台がダメージを負っちゃうから、ここからは多分狙えないと思うんだよね。すごい作ってるなぁ。ちょっと横幅を広げて横から見てみよう。よし、こっからだったら一応狙えるね。いいぞー。すごい。動き回ってるな。止まってるところを狙いたいな。ダメだったか、今のは。すごい動き回ってるんだけど。よし、一発当てた。いいぞ、いいぞ。すごい飛び跳ねてるぞ。すごい探しているな。案外でもバレないんだね。まあ、とりあえず新しい場所を決まったから、そこまで道作るか。よーし、もうこっちはもう余裕だね。まあ、まだまだ木材もあるからね。一番最後のバリアまでとりあえず行けそうだね。さあ、この辺まで作って、奴の様子はどうだ？よし、いいぞいいぞ、当てた。だいぶ興奮してるな。お、出たぞ。よーし。これ、優勝できたぞ。こんなんで優勝できちゃった。といった感じで、まさか優勝できちゃいました。まあ、正直、ちょっとね、ずるい感じにはなっちゃうけど、PUBG とは違って、クラフト要素があるんで、まあ、今回みたいなプレイスタイルはね、このゲームでしかできないんで、これも戦略の一つになるんじゃないでしょうかね。もしかしたらね、こういうのは対策されるかもしれないんですが、まあ、みんなやり出し始めたら、それはそれで、なんか普通とは違ったバトルロワイヤルになるんでね、面白い感じになるんじゃないでしょうか。という感じで。また面白い勝ち方があればやりたいなと思います。それじゃあ今回はここで終わります。さよなら。